はいどうも皆さんこんにちは、渡辺です。今日はですね、髪を結ぶの NG、 意外と皆さんが知らない正しいゴムの結び方についてご紹介します。髪を伸ばしたいならきつくね結んだ方がいいってね、そういった話をね皆さん聞いたことないですかね。こう結んだ時に強く引っ張られてね、なんか伸びそうみたいなねイメージを結構持たれてる方も、ね、いらっしゃるかなと思うんですけど、これ実は大間違いです。下手すると切れ毛だったりとかね、枝毛もしくは抜け毛の原因になってしまうんですよね。なので正しい結び方をすれば髪の毛の状態がね綺麗で美しく保てるような状態になりますので、その方法を今日はご紹介します。まず注意点が2つありまして、1つ目は同じ場所で結ばない、2つ目はきつく結ばないです。まず1つ目の同じ場所で結ばないっていうところなんですけど、毎回ねここの場所、例えばですけどこの場所で結ぶとするじゃないですか。ってなった時にここでゴムでやるとこの部分が擦れて切れ毛だったりとかね枝毛になる可能性があります。なので毎回同じ場所で結ぶのではなくて、少しね場所を変えたりとかすると髪の毛の状態が綺麗にまだ保てます。あと2つ目はきつく結ばない。きつく結ぶってことは結構ねこの辺とかもガンガン引っ張られてる状態になります。生え際だったりとか頭皮だったりとか、そうすることによってね抜け毛の原因、あとは引っ張ることによって切れ毛の原因、こういった影響も出てきます。この2つに関してはやめてください。あとは細かいゴムでね結んでる方もいらっしゃるかなと思うんですけど、結んで最後ほどくときに髪の毛が絡まる、この状態も要注意ですので気をつけてください。では結ばないとねいけないときにおすすめのアイテムを3つご紹介します。まず一つ目はタイル製のゴム。これは100円均一だったりとか売ってるんですけど、これでね結ぶと結構な割合でこう絡まないです。なのでゴムでね結ばないといけない時に関してはこういったタイル製のゴムおすすめになります。次におすすめのアイテム2つ目はシュシュです。これはでも単純に皆さんね結構使われてる方もいらっしゃるかなと思うんですけど、何せ可愛くて髪の毛のダメージが少ないです。髪の毛のね量が多い方に関してはねもうシュシュだけでも結べたりするんですけども、例えば髪の毛がちょっとね柔らかいだったりとか細い方に関してはパイル製のゴムで結んであげながらシュシュでやってあげるとよりねおしゃれ感が出て今っぽくなります。そしておすすめのアイテム3つ目はバナナクリップです。もうこれはねアレンジの初心者の方でもパッと止めれて便利なアイテムになります。本当にね髪の毛だったり頭皮のねストレスも結構かからないようなヘアアイテムですね。魔法のようなねクリップとも言われてるんですけど、普通に止めていただければガチッと止まるんですけれども、やっぱりこのアームの部分が結構しっかりとガチッとするやつのバナナクリップを使う方が髪の毛の量が多い方だったりとかそういった感じの止まりやすいので、買われる際は、まあ、できればね店頭でちょっとこうこのアームの部分の強さを確認してから購入するようにしてください。そうするとね、どんな髪質の方でもしっかりとまとまります。ということでね、まあ、正しいねゴムの結び方、あとはまとめ髪のおすすめアイテムについてご紹介させていただきました。本当にねこの注意点とこのグッズを使ったりすれば本当に切れ毛だったりとかあと枝毛で抜け毛だったりとかも結構軽減できると思います。いつもね結んでて絡まったりとか切れ毛が出てパヤパヤな髪の毛が出てくる方に関してはこの方法ぜひ参考にしてみてください。今日もね最後までご視聴いただいてありがとうございました。今後もね皆さんが綺麗で可愛くなれるような動画を作っていきますので、今後ともよろしくお願いします。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録とコメントもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。